スローハイツの神様は、辻村瑞希による日本の小説。書き下ろし。人気作家、千代田光希が、ファンによる、殺人ゲームにより筆を追ってから10年。光希の天使ちゃんによって、復活を遂げた千代田光希は、新人脚本家、赤羽玉樹に誘われ、彼女がオーナーを務める、スローハイツに入居し、クリエイターを志す狩野たちと暮らし始める。 鏡リリアの存在から変革を始めていたスローハイツでの生活は、ある日、一通の郵便が、カンの手に渡ったことで大きく揺れ始める。スローハイツに住む人物たちは皆、千代田光輝のペンネームを持つキンテルをはじめ、スー、エンヤ、ハイパークール、マサ君等、作中カタカナで表記されたことのある別名を持っている。表向きは、カンが脚本を手掛けたドキュメンタリー調の映画。 赤い海の姫君を見たという老人が使っていないからと元旅館だった建物を館に譲ってくれ、それをアパートに改築したことになっているが、実際は館が自身の祖父からもらったという3階建ての建物。西部池袋線沿線に位置し、最寄り駅の椎名町駅までは徒歩で約15分。館が住む3階のみリフォームが施され、1階、2階は3部屋ずつあり、 台所と洗面所は共有。入居希望者には人の好き嫌いの激しいカントの面接が必要であり、カリノの友人はバランスを考えない贈り物をしたという理由で不合格にされている。家賃は1ヶ月1万円であり、クリエイターを目指すカリノたちにとっては非常に魅力的な額であった。作者が藤子藤尾 A の漫画道が好きで、 時はそうのような共同生活の場所を舞台にしようと決めた。本作を原作とした同名の漫画が講談社、ハ初キス2016年11月号より連載されている。作画は桂ツラアス2017年演劇集団キャラメルボックスによって本作が舞台化された。脚本、演出は成井豊。辻村は高校時代からキャラメルボックスのファンであった。 2019年再演、ありがとうございます。